こんばんは。本日はロケということでジョイサウンドにやってまいりました。私本日司会進行を務めます椎名ゆかりと申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のメンバーをご紹介したいと思います。まずは主役のたけしさんでございます。どうもたけしと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてあたろうさん。あ、僕ですか。あ、失礼しちゃった。すいません。派手に間違ったね。ということで自己紹介お願いします。あ、すいません。あきひこです。よろしくお願いします。そして本日のゲスト、たかちゃんこと小林たかこさんです。よ、たかこ。たかちゃん。新体ヒーラー小林たかこです。よろしくお願いします。お、よろしくお願いします。そういうのもあるね。ありありです。もうそのヒーラーがっていう意味がちょっと私もまだ理解がちゃんとできてないんですけど、ちなみにどういう意味なんですかね。ヒーラーってなんか人を癒したり。動物も癒したりするんです。動物まで、はい、あとはその潜在意識の書き換えみたいなことをやってます。潜在意識の書き換え。どうりで俺今ちょっとすごく癒されてるから。癒されてます。そう、だいぶ肩の方が、うん、肩も本当ですか。さっきは黙ってた。いやいや、今乗っかっていいものか。どうしようかな。俺もすごい左肩だけすごい軽いなっていうのを今言おうと思ったんで、なんか先に言われちゃったなと思って。マリンだったから。そのね、結構皆さん知らない方も多いかと思うんですけど、まあ、結構企業さんとかとお付き合いされてることが多いですよね。そうですね。コースとかの、ヒーリングコンサルタントをやって、コースセッションみたいなのやって、そのなんだろう、ブロックみたいになってしまった、その思考パターン。で、例えばなんかこう、こうしちゃいけないとか、これはこうじゃなきゃいけないみたいなの結構みんな、あるあるないよね。固定観念じゃないですけど、生活してるとそれがどんどんこう顕在意識で蓄積されていってしまって、そうするとこうどん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 その枠を超えられなくなってしまって、だんだん社会が全てみたいなので、自分の可能性とか才能とかをもっと開花、次のステージにみたいな時にこう使っていただく。わかるわ。でも俺もね、常識人がゆえに乗り越えられない壁がね。今常識人がゆえにの下りでめっちゃ笑顔になりましたけど。乗り越えられない壁がねあるから。そことかを打ち破ってくれる仕事をしているところね。素晴らしい仕事だね。素晴らしいですね。どんな方でもあるんですよ。やっぱり。どうしても子供の時からの方。わかる。すごくよくわかる。例えばね、こう思いませんか、秋彦とか、俺とさ、まあ同業じゃない。今のタカちゃんの話聞いてて思ったんだけど、そのギタリストっていう枠っていうのはさ、俺の中でこの作詞家作曲家とちょっと別のところにあって、なんか長い付き合いの中、僕ギタリストですって言ったことないじゃん、やっぱ。そうですね。なぜそうなるかっていうことをね、ちょっとこの間考えてみたんだけど、ギターってやっぱね、かっこいいものを見せられ続けすぎちゃったせいで、誰々みたいになりたい、あの人みたいになりたいっていう、結局ね、どんなに練習しても模倣の集まりでしかないわけ、ギターを弾くということに関しては。だからそのギタリストってやっぱさ、ゼロから生み出した人のことを言うんだろうな、スタイルを。俺らっていうかさ、まあ、一緒かどうかわかんないけど、俺はあの人とあの人とあの人を足して合わさったものが俺オリジナルでしょっていうのがせいぜいなんだよ。そこがね、なんかこう作詞作曲ではまあどっかまでは誰かの真似だったかもしれないけど、その模倣を乗り越えて一旦リセットして、いくつの時かわかんないけど、新しいものをこう作り始める、こうなんかこうオリジナルをこう構築できてきてると思うのね。ただこのギターを弾くということに関しては、圧倒的にかっこいいものを見すぎて、
もうね、新しいものを作る気になれないのよ。なんかこう、かっこいい、あの人になりたい、俺はっていうところが強すぎて、だからね、キッズですよね。そう、ギタリストになれない、ゆえんというか、そういうのがね、あと、その常識さえも、ヒーラーの職業の人と話したら、打ち壊して、俺ギタリストだからって言える俺を作ってくれるっていうことだよね。欲しがってる欲しがってるみたいな。そういう仕事なんだよね。その俺の固定概念にとらわれるなよっていうことをやれる、うん、もっともっと掘り下げて打ち壊すみたいな感じで、うん、その今までにないその新しいその人が、うん、あ、うん、とうとうじゃあ来年あたり俺ギタリスト名乗る日もしかしたらライブのセンターで歌ってて、うん、どうもギタリストたけしじゃん。そのせいがいいよ、そのせいがたけじゃいいよ、あいつを育てるのは私だと言ってる、大声で言っていいから、たけしを育てたのは私だって。俺のギターを弾いてね急に本当だね。そういうね、癒し効果のことをしてるってことですもんね。なりたい、その、うん、自分になれるし、うんうん、無理するんじゃなくて、その子供の頃からみんな持ってた本来の自分を取り戻すっていう感覚みたいな。そういうことって本当に大事ですよね。なんかこう固定概念でこうだこうだって決めちゃう人ってすごくたくさんいると思うんで、うん、僕もその一人でした。明日から生まれ変わろうと思って僕もその一人だったと今日反省しています。すごいですよね、この序盤から反省から始まるっていう。何もヒーラーのあれ受ける前に自分で反省してきたいやいや、もうね、見つめ直すの大事ですよね。そうですね、自分自身をね。いや、肩書き聞いただけでこれだけ反省できるのって素直だよ。あの素直な方だとは思います。いろんなね、意見を取り入れた方が ね、新しい道には進んでいきますからね、うん、間違いない。まあね、せっかくなんで、うん、今日上位サウンドということなんで、うん、まあ、いろいろなテーマを持って話していきたいなと思うんですけど、うん、皆さんカラオケってちなみに来られたりはするんですかね。いかがですかね。まず女性のゲストのタカちゃんから聞いていきたいなと思います。行きます。行きます、うん、一人で素晴らしい気分ですね。素晴らしい。私も一人で行くんですよ。それはすごく印象、女性だからだな。女性ならでは、ならでは、うん、男性にはそんなことないですか。僕は酔っ払った時だったんですよ。酔っ払った時だけね。酔っ払ったら一人でもカラオケ行けます。え、本当。行きます、行きます。酔っ払ったら行きます。何、酔っ払ってそこにカラオケがあったら、もう目の前にそのまま入っちゃうみたいなね。お酒も飲めるし、一人で行くと、なんか、泣けるんです。周りは気づいて、自分の世界に入って歌詞聞いて、もういっぱい泣いて浄化されて、あー、すっきりしたって帰る。やべえな。やべえな。ねえ、自分でセルフ、セルフ、私はそこまでいかないな。聞いてびっくりした。なるほどなと思いましたけど、本当に一緒かなと思った。ちょっとね、多分感覚がちょっと違ったかもしれない。俺もちょっと今言いづらいのが、始発待ってるだけだから。それは確かに言いづらい。泣かない派。あ、でも行ったら歌えますよ、うん、ちゃんとそれ。泣くか泣かないかな。違いなぁ、わかんない。え、絶対泣ける歌って何じゃ、ちなみに。なんですかね。え、絶対泣ける歌、うん、中学生の時とか歌ってた歌とか歌うと、うん、結構ここに。あ、じゃあ歌自体というよりはその、うん、歌に付随する思い出に泣いてるっていうことで、うん、あと歌詞に泣いちゃうんですよ。それは分かる気がするかもしれない。古い曲とかも多いし、裏切ってすぐに近寄ったんですよ。それはちょっと分かる気がしちゃった。確かになんか自分が経験したことと同じようなフレーズだと、ね、そこに感情移入しちゃうじゃないですけど、そうか。なんかあります、聞いただけでも泣いちゃうみたいな、なんか思い出の曲みたいな。あるって言いたくてしょうがないんだけど。ちょっと考えて。ああ、ごめん、ちょっとないかもしれない。
でもね、なんかね、俺ね、すごくね、ちょっと良くない音楽の聴き方をしてて、ずっとね、こう中学校ぐらいの時にやっぱ多感な時期にこう、これをずっと自分のテーマソングにしようと、で泣きたい時に聴くようにしようって思いすぎて、泣きたい時に聴こう聴こうって思い続けて聴いてた曲でわざとやってたからもう泣けなくなっちゃったそういうテーマソングにしようと思いすぎちゃって、なるほど、うん、好きすぎて、なるほど、うん、でもなんか俺ね、でもね、実はね、イントロの方が、うん、分かる？分かります。イントロの方が泣いちゃうよね、本編より、うん、もうその曲バーンって流れた瞬間の、うん、あの感じがなんかもうその曲の先までもう盛り上がるところまで全部思い出させて、そうそうそう、全部もう、うん、ってなんかこうその先はよく知ってるから、よく知ってるからで、うん、始まった瞬間の俺の中で言うとちょっとなんかイメージ全然違うと思うから、うん、ちょっと違うって思われるかもしれないけど、うん、タラタラタラタっていうあのさ、井上陽水の夢の中で、の中へのイントラあるじゃん、あれがなんかこうギターハモなのか、あオクターブなのかな、ガラ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 ってなんかこう2本鳴ってんだよね、先日のギターが、あれがねキュンとくるんだよね。はあ、あれですか。それは新しい感覚かもしれないですね。すごい明るい曲じゃない、うん、あの明るさがねすごく切ないんだよね。でね、あの音もね、ギリギリ歪む、あのピッキングの強さで歪むかどうかぐらいの強さの結構クリーンな音で弾いてるじゃん、うん、あれがね、結構ね、ああこれすごいいいイントロだなと思って、かなわんなと思うね、聴いてると、うん、まさかここで陽水さんで、ね、うん、あピクってなるよ、やっぱ。あ、でもまあ始まった瞬間に、うん、あの音聴いた瞬間におなる、あでもなる、あこもうこの音あの曲、うん、っていう。陽水さんの歌って、はい、芸術が過ぎて、うん、凡人には理解できないように、あの、ま、この美しいんですよ、うん、詩がすごい美しくて、そのだけど、うん、これがこういう意味だよとか、うん、これが伝えたいんだよっていうのは分からない、うん、その分かる曲ももちろんあるんですけど、うんうん、まあ、まだ俺らが違う分かるところまで達してないよね、うん、それきっと美しい、うん、ちょっと歌ってよ、こう、あれ、それ、そこで夢の中で夢の中で歌ってあの、イントロ聞きたいだけだろ、そこで消すけどイントロが流れてしまうよね。そして次のライブよろしくお願いします。